祝いたいお祝いの企画、フレイバージャパン TV YouTube なんでやってるんで、ちょっと映像の方どうぞ。映像お、フレイバージャパン、はい、フレイバージャパン TV ってことです。ファンドレーションのケイタンさん、 RAB ケイタンさん、数々の会社をまとめてる社長ケイタンがですね、3月30日誕生日を迎えるということで、それをお祝いしようと思うんですけども、ただこうなんかプレゼントしたりとかおめでとうとか、もうそういうのは多分もう言われ慣れてるし、こんなんじゃ多分ね本当に喜んでくれないと思うんですよね。なので今回はですね、ドッキリを仕掛けたいと。対して超リアルなケイタンさんの側近が続々と辞めてく、ちょっと辞めたいですこの会社って言い出しちゃうドッキリ。ちなみにですね、今上の階ですね、ガチのグループ会社を集めた会社の会議をやってるんですけど、そこにこっそりと待機して、途中で僕がドッキリっつってね、ドッキリこうやって入っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。レディーゴー。出ないもんね。多分リフォークにあります、ね。じゃあなんかいますって言って、いるって言ったらいるかもよ。じゃあちょっとじゃあ大丈夫です。まだオファーしてないんで。あ、大丈夫です。今じゃあちょっと出たりもしますけど。そうですね。まあまあまあ、やばいね。いつだね、写真はアップロードできねえなこれ。オープニック SD はあれですよ。オープニックそっちね。ああ、そうそう、それもある。会社の備品。あ、そう、簡単性だ。で、思うでしょ。あれ、はい、いいよ。はい、ちょっとですね、私、4月末で辞めるじゃないですか。うん、で、このタイミングで、ちょっと転職のお誘い受けてまして、はいはいはい、で、僕ももう4月か5月末で辞めようかなと思ってるんですけど、はいはいはい。そういう爆弾的なやつが中撃で引き出した。それを一応共有しとこうかなと思って。ほう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 。なるほど。これ言うことじゃなくない？いやそうなんですよ。そう。まあ一応告知だけしとこうかな。そんな空気の中だったら、ちょっと僕もちょっとコロナの後結構体調がやばかったんで。なんで。ちょっと長めにお休みいただきます。この撮影 OK のやつに、相談しようかな。緑の池田さん、僕もこのフォトスを4月、はい、ウイング君に話したんですけど、4月末で何をしちゃったんで、もうあ、もうマジックで、マジックで、あ、まあ、もういいです、マジックでやめるみたいな話が混ざっちゃってくる。同じぐらいやそうなんですよ。まあでもあれかな、はあれ、あれかな、時期をちょっと、あれかな、相談かな、正直。え？いや、これ、動画撮ってたの？うわ、うまい！うわ、うまい！うわ、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 うまい！え、フレバージャパン？フレバージャパンです。うわ、すげえ！すいません、え、これフレバージャパン行くの？フレバージャパンで。え、フレバージャパンってそういうひどいことすんの？うわ、これかなので今回はそのケイタンさんにいきなりみんなが一斉に辞めたらどんなリアクションするかっていうドッキリでした。これフレーバージャパン的に面白いのということでケイタンさん誕生日おめでとうございます。じゃあ最後に一言いただきましょうか。はい、どうぞ。あんなあれなんだよね、なんか20年ぐらい多分近く一緒にいるんだけど、なんか偉くなったもんだなと思いましたおかしいなと思って、おかしいなって、結構俺なんか恩をこうねあってもいいようなもんだと思ったけど、なんかすごいあだでこう返された感じが非常にしますよね。マジでもこれお菓子とかもらっても嬉しくないじゃないですか絶対。誕生日おめでとうとか。皆さん
世界一です。GO! オリジナルブームでスイングゼロしかできません。Yeah!